こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。台風が去り、朝晩は少し肌寒くなってきました。気温の変化で体調を崩しやすい時期です。体調管理には気をつけてお過ごしください。今回は嬉野市施設園芸団地入団式の話題、嬉野市防災マップの見方についてのお知らせなどをお届けします。それではどうぞ。9月10日金曜日、嬉野市中央公民館2階大集会室で嬉野市施設園芸団地の入団式が行われました。まずはじめに村上嬉野市長から嬉野市施設園芸団地の説明がありました。施設園芸団地の代表でございます。塩田町の宮本を長崎街道に面しまして、この東勢山、そして塩田川を望む、本当に景観としても優れたところでありますし、また歴史風情、そういったものとですね、最もこの嬉野市、そして塩田町のいいところをですね、感じられる場所だというふうに寄付をしております。面積としては4万1400メートル 4.14 ヘクタールでございますが、9区画を整備しております。嬉野市施設園芸団地では初期投資を少なく抑えられるため、新規就農者が参入しやすいという利点があります。この農業の担い手の減少や高齢化が進行する中、新たな新規就農者の確保育成を図るために、新たな農業にチャレンジする人を育成するトレーニングファームという施設の中で、キュウリ、トマト、そして白石のことですね、イチゴもございますけども、県内でいろんなですね、ところで展開をされております。そういった人たち の受け皿として、そしてまた嬉野市の農業をですね、活性化のために何かできないかということを考えておりまして、このまとまった土地で団地という形で整備するというような構想を打ち立てて、国、県、JA、そしてさまざまな地域の関係者の皆様と協議を進めてまいりました。嬉野市としては、農業というものは次世代の成長産業であると確信をしております。なぜそういうのか、SDGs、持続可能な開発目標の時代でも分かれますけども、やはり周辺の自然と調和した産業であるということが農業の必須でもありますし、一方的な敗者を作らない産業構造というものも、この新しい時代において、農業が見直されるべき時に来ているというふうに感じております。説明の中では、嬉野市施設園芸団地の名称が初めてお披露目されました。団地の名称でございますけれども、スマートアグリ宮本という名称で、今後をですね、広報をかけていくときでもしていきたいというふうに思っています。このですね、スマートアグリ宮本に込めた思い、やはり今スマート農業という言葉も言われるわけで、ありますけれども、やはりこのですね、環境に配慮し、そしてまた省力化をしながら稼げる農業というものを実現していただくためにも、このスマート農業の推進というのを、この私のですね、看板施策として、進めてきたわけでありますけども、これからいよいよ慣れるということになりました。私たちもこの地域の期待の星として、私たちも精一杯支援をさせていただきたいと思いますので、一緒になって、この嬉野の街、そして、この佐賀県の農業を盛り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。そしてこのスマートアグリ宮本への初入職者となるのが四季貴彦さんです。トマトトレーニングファームというところで2年間研修をし、今年5月に卒業しました。同じ思いの人が近くに集まれば、情報の交換、栽培技術の交換などができ、皆が刺激し合って共に成長できると思います。このようなチャンス、アドバンテージをいただいての恩返しは、
一日も早く軌道に乗せ、講習料を取り、成功することだと思います。まずは、いいスタートダッシュを切れるように、営農開始までの数ヶ月、しっかりと準備をしています。皆様、これからも応援のほどよろしくお願いします。本日はありがとうございました。四季さんへ、スマートアグリ、宮野本、入団認定書が手渡され、トマト農家としての今後の活躍を期待して、赤の入ってユニフォームが贈呈されました。嬉野の新しい農業の形を作っていくためにも、四季さんとスマートアグリ宮野本を嬉野市として応援していきましょう。嬉野市役所総務防災課より洪水土砂災害ハザードマップの見方、避難情報についてお知らせします。これからの時期、大雨による川の氾濫、崖崩れや土石流、地滑りなどの土砂災害が発生しやすくなります。大雨による土砂災害の危険性がある場合は、直ちに安全な場所へ避難を行ってください。また日頃から避難する場所や避難経路の安全確認などを行っておくことも非常に重要となります。各家庭に配布していますこの防災マップの16ページから33ページには、洪水・土砂災害ハザードマップを掲載しており、土砂災害発生の危険性がある区域や洪水・浸水が想定される地域、浸水の深さ、避難所などが示してあります。まず土砂災害については、黄色い枠や青い枠で囲まれている箇所が、土砂災害が発生した場合に住民の生命に危害が生じる恐れがある土砂災害警戒区域となり、赤い枠がその可能性が最も高い土砂災害特別警戒区域となります。洪水・浸水想定区域については、洪水による浸水の深さによって黄色、黄緑、水色、青、赤の順で深くなる区域を示しています。土砂災害の場合はすぐにその場から離れること、また洪水で屋外への避難が困難な場合は、建物の2階以上高いところへ避難するなど、自ら命を守る避難行動をとってください。災害時に防災無線や市のホームページなどで出す避難情報については、高齢者や避難に時間を要する方に対して避難を呼びかける警戒レベル3の高齢者等避難、さらに災害による被害が想定される場合は警戒レベル4の避難指示を発令しますので、すべての市民の方の早急な避難を開始してください。いつ発生してもおかしくない洪水や土砂災害に対して、災害で命を落とさないためにも、防災マップを活用し防災意識を高めながら自らの命を守ることが非常に重要です。防災に関する問い合わせは、嬉野市役所総務防災課までご連絡ください。以上、総務防災課からお知らせしました。今月は総合がん検診についてお知らせします。年に一度のがん検診、皆さんは受けていただいていますか？嬉野市では6種類のがん検診を半日で受診できる総合がん検診を行っています。今からがん検診の流れについてご紹介します。まず入り口で番号札をお渡しします。この番号札を持って総合案内に進みます。受診される検診と受診票の内容を確認します。次に問診です。既往歴や自覚症状等の有無についてお尋ねします。お
尋ねした内容で検診をお断りする場合がありますので、ご了承ください。問診の後は総合受付を通り料金を支払います。この後は希望の検診をそれぞれ受診します。肺がん検診は検診車で検査着に着替え、レントゲン撮影を行います。検査自体は数分で終了します。胃がん検診は検診車で検査着に着替え、胃通し検査を行います。前日の午後10時以降に食事をした場合は検査ができませんのでご注意ください。胃を膨らませるための発泡剤を飲み、150cc のバリウムを一気に飲みます。検査終了まではゲップは我慢しましょう。バリウムを飲んだら検査台へ進みます。この検査台に乗り、両手でしっかり両端を握り、技師の指示に従って撮影します。検査後は渡された下剤を飲みます。24時間経過しても白い便が出ない場合は健康づくり課までご連絡ください。大腸がん検診は便の中の血液の有無を調べます。当日は検便容器を受け取り、1週間後に2日間の便を取って保健センターへ提出します。前立腺がん検診は採血だけの簡単な検査です。乳がん検診は検診車でマンモグラフィー検査を行います。上半身裸になり、検査着に着替えます。撮影は片方ずつ乳房を機械で数秒間挟んで撮影します。個人差はありますが、痛みを伴う場合もあります。子宮がん検診は子宮頸部の細胞を取って検査を行います。更衣室で下着を脱ぎ、スカートに履き替えて検査を行います。個人差がありますが、痛みはほとんどありません。検査自体は数秒で終わります。総合がん検診は以上の流れで行います。今後のがん検診の日程はご覧の通りです。がん検診の受付時間は午前8時20分から午前11時までです。乳がん検診を受けられる場合は午前10時45分までに会場へお越しください。事前にお申し込みいただいた方には受診票をお送りしていますので、当日ご持参ください。なお、受診票がない場合でも受診できます。当日スタッフへお申し出ください。詳しくは健康づくり課、電話 0954-669120 までお問い合わせください。皆さん、年に一度はがん検診を受けましょう。9月の休日在宅当番医はご覧の通りです。9月の小児時間外診療はご覧の通りです。9月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。9月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーション、いかがでしたか？次回もお楽しみに。